どうも上白と申します。てなわけで今日なんですけども、日本の中心浅草に参ってまいりまして、人生初めての食べ歩き放題祭りを開催したいと思います。こんな感じで天気は晴れ、スカイツリーも綺麗に見えてって感じで、一人なんですけども、値段とかね時間とか気にせず、ただ好きなものをねたくさん食べるっていう感じでお届けしたいと思います。で、今平日のど昼間なんですけど、混んでいるのでしょうかと、まあ、平日だからさね、空いてんじゃないのって感じなんですけど、行ってみましょうか浅草までね。ワクワク Vlog。あの脇から入ろうと思ったんだけど、めっちゃ混んでますね。メインストリートっぽいところがめちゃめちゃ混んでます。やばすぎる、やばすぎます。これあの何が起こったかっていうと、多分中学とか高校ぐらいの遠足的な何かだと思うんだよね。尋常じゃない、通常の3倍ぐらいの人の量で賑やか。遠足についていこう。ピース。遠足早く終わるといいっすね。どれにしようかな。アイリの10個お願いします。はい、アイリの10個は箱です、よろしいですか。あ、じゃあそうしようかな。これだと8個なんですか。じゃあ8個で、はい、はい、お願いします。600円です。どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。買えたぞ。ちょっと1店舗買って1店舗食べてっていうのをコツコツやろうと思ったんだけど、人多すぎるんで、まとめて買い物してまとめて食べちゃおうと思います。あのもうなんかすごいです。よかった、人気で。もうさ、食べ歩きって言ったらさ、新大久保とかがメインかなと思ったんだけど、ちゃんと浅草も浅草してるみたいでよかったね。はい、2店舗目来ました。混んでます。スイートポテトを1個お願いします。350円でお願いします。ありがとうございます。はい、てなわけで30分ぐらい歩き回って買い物もし終わったし、やばいっすマジで人が。今日完全ミステイク。これめちゃめちゃ美味しそうじゃない。光がすごいんですけど、スイートポテト、ポテトからいただきたいと思います。うわ、すごい。表面がプリーンってしてて、中はホクホク、お芋みたいで、ちょっと片手じゃ食べづらいんだけど、うん、うますぎます。ただこれ1個で380円だったから、まあなかなかじゃないですか。確かにねっていうような、育ちのいいお芋って感じですね。なんかでもこの流行りに乗らない感じがいいよね。変に台湾カステラとか出さないで、あくまで浅草の味、お芋魂見せてくれるのが嬉しい。ひきこもりがぼっちで来るにはきつすぎる、この環境は。はい、サムネよ、サムネよ、入っておきます。よし、私の仕事はもう終わりだ。やばいっす、絶対日付間違えたよね、日程。あ、解放か。見て、もう誰もいないの道に、最高。土日とかでもあんな混まないもんね、普通。あ、怖い怖い怖い、なんか可愛い子いる。イエイ、ピース。サンリオくんもいるわ。可愛い商店街、しかし人は絶えない。イエス。もうちょっと先行ったところに、今回一番楽しみにしてるお店があって、間もなく開店するらしいんで、ちょっとそこに行きたいよね。開いてる臭いぞ。待ってる臭い。めんどくさいパターンが。Vlog。2店舗目なんですけど、こちら、人形焼きね。なんかやっぱさ、ね、浅草と言ったら人形焼きみたいなイメージあるじゃないですか。わからんけど。いただきます。取り方の人形。うん。初めて食べるけど、これ結構美味しいこと。小ぶりな分、しっかり鍛えられたどら焼きみたいな。お土産にぴったり。もうこれなんてよくわかんないもんね。こんがりコーンかな。結構もったりするじゃないですか。僕30分に1回ぐらい飲み物飲まないといけない病に侵されてまして、引きこもりだからあんま外出てないけど、外出るってなると大体飲み物持ってきますね。うん、後に取っとこう。次のお店行ってきます。再び戦場へ。私です。無事買えました。浅草寺の裏ってこんな感じになってるんだね。自然がいっぱいで気持ちがいいや。しかもこっちはもう見て、車しかいないのね。嬉しい。浅草寺の裏の顔、これが浅草の闇の部分ですね。やっぱ僕みたいなさ、引きこもりの陰キャはこういう裏の世界がお似合いかもしれません。ここ気持ちよさそうじゃん。ここで食べようぜ。ね、ちょっとかなり上から目線ですみません。いちごからいただきます。見て、こんな近くに鳥が来てくれたの。まあいいや。オッケーオッケー。これ恋のおみくじだって。さあ、今年の運勢はいかがでしょうか。あ、万小吉、過ぎ去った恋は、うーんうーんですって。
まあ、なんて書いてあったかは想像にお任せしますね。まあ小吉でした。見てあれ、あれが花屋敷ってやつだ。キャーキャー悲鳴が聞こえるんですよね。気持ちが良さそうです。僕カステラ大好きなんですけど、これ美味しいけど400円だから、また変なの来ちゃった。これ今日一番楽しみにしてたクレープ屋さん、抹茶クレープみたいなお店があったんだけど、すごい人気らしくて整理券でも並んでて、実際受け取るのも並んじゃうみたいな感じでやめちゃいました。なんかその代わりになる抹茶みたいななんかが食べれたらいいなって思ってましたね。みんなぼっちじゃないみたいだね。今ぼっちは僕だけみたいだ。紅茶わらびお願いします。ありがとうございます。いただきます。来たぞー、かわいいやつ。はい、いい感じで、ありがとうございます。買えました。めちゃめちゃかわいいの、お花も綺麗でいい香りがしてます。いや、めちゃめちゃいいんだけど、マジで人が多い。しかも浅草って大体お店が仲見世通り、仲見世通りにしかないからさ、自然と人が集まっちゃうのね。参ってます。でもさ、学生の頃浅草とか行ったら絶対楽しいもんね。僕神奈川だったからさ、割と近場の鎌倉とか遠足は行ったんですけど、やっぱ浅草とか行ったらさ、もっとなんかスケールでかいってかね、楽しそうじゃん。あ、こっちいいんじゃないか。綺麗です。よいしょ。食べる場所、あ、めちゃめちゃ暗いじゃないですか、お兄さん。あ、大丈夫そうですね。あのさ、食べる場所を探すのが結構大変なのよね、やっぱ人が多いと。お店のイートスペースもあるけど、そこで食べちゃうとさ、喋れないから。かわいい、これサムネ。オッケーオッケーオッケー。じゃあもうめちゃめちゃ溶けちゃってるんで、こいついただきますね、クマさん。なんでクマなのかわからない。すんごい、そうでもない。おこいちゃって名前だったからさ、相当濃いんだろうなみたいな。そうでもない、あ、ちょい濃いかなぐらい。はい、アイスとゼリーが意外と合うんだなって今回分かりました。うんうんうん。先ほどの人形焼き、にゃー、人形茶。別々がいいです。僕さ、浅草にすごい思い入れあるかって言われたら、まあそんなにないけど、結構好きなんで、こんなに活気があって嬉しくなっちゃいました、本当に。さすが日本の中心だなって感じですね。これ一番下になんかスライムみたいなのがいるんだけど、行ってみますね。うわ、ようわからんわ。てなわけでごちそうさまでした。なかなか最高に浅草満喫できたんじゃないかなって私は思っております。てなわけで全然お腹は満たされてないんですけど、もうメンタルがお腹いっぱいってことなんで、また日を改めたいと思います。もっと空いてる時にでも。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画も見てください。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。行きたかったお店半分ぐらいにしか行けてなかったんで、いつかまた落ち着いた暇な時にでも行きたいと思います。次はどこに行こうかな。またねー。